IP セグトっていうのは、まあいろいろそんなに。ああ、そうそう。IP セグト。IP セグトとか、まあ、そういうことか。そういった、まあイメージで登場ですね。うん。はい。栗橋の山本スポーツでーす。突然なんですけど、なんで今日は今日はどうしたのか、なんでって言われても、はい。はい。あの、ハンバーグを食べに来ました。例の、はい、例の、はい。サバ焼きのハンバーグを。はい。そう、今日はあの、はい、ね、休みなんで僕。まあ僕も休みなんですよね。はい、たまたまちょっとね、店でこう仕事してたら、連絡があって、はい、いや、おっさん、ちょっとハンバーグ食べたいけどって、突然ね、連絡があって、はい、びっくりしましたよ。あ、いえいえいえ。ね。はい。で、こんな羽目になってるんですけど。大丈夫ですよ。はい、まあ、せっかく来てもらったので、はいはい、ちょっとこんな時はね、ちょっといろいろ話もちょっと突っ込んでいってもいいですか。もう、まあ、あの、もうね、ハンバーグで、はい、もうどうぞ。ハンバーグで釣っちゃった。はい、どうぞ。はい、いや、まあね、はいはい、お客さんからもね、こう、IP セレクトの、まあ、鈴木さんって、はい、まあ、どんな人なんていうこともね、やっぱり言われるので、はい、IP セレクトをこう、はい、立ち上げたこうきっかけというのか。あ、きっかけは、はい、そうですね、まあ、あの長年、まあ、長年というか、大体もう 20年ぐらいですね、やっぱね、うん、ぐらい、やっぱりこういった、はい、あのまあ、業界というか、うん、まあね、まあ、グラブも含めて、うん、そういったことで携わってきてですね、はい、で、IP セレクトっていうのは、ある意味、まあ、自分を表現したいなっていう、あ、自分を。自分をあのダイレクトに表現したいなっていう、うん、はい、うん、はい、自分でそうしたいなっていう。のが一番です。あ、まあ、こう自分でこうなんかこう作ってっていう言い方あれがですけど、まあそうですね。だから一から、はい、グローブ好きなんで、はい、グローブに関してこうなんかこう表現できればいいなっていうような感じ。そうですね。なるほど、ね。はい、あのブランドとして表現ですね。まあ、20年それに携わっていたんですけど、うん、まあいろいろ紆余曲折ありながらですね、自分の、あのね、あの表現できずじまいだったっていうのがあって、うん、でそこでまあ。IP セレクトを介してちょっといろいろ表現できたらなっていうのが一番ですね。なるほどなるほど、はい、なぜ IP セレクトっていうこのなんていうのかな、デザインとかもそうですけど、あああれはですね、IP セレクトっていうのは要するに先ほど言ったように自分が、はい、まあ、選ぶっていう感じ、選ぶ、ね、表現するっていう、セレクトするっていう、はい、IP っていうのはですね、はい、まあね、こういう名前出てるところなんですけど、うん、ね、一平とかって書いたりするわけですね。一平っていうね、ね、はい、とかですね。まあいろいろそんなに、ああ、そうそう、はい、IP っていうね、はいはい、とか、まあそういうことか、そういった、まあ、イメージで登場ですね、うん、はい、うん、デザインってなんかあったんですか、こう。もともとなんか鈴木さん、こう筆かなんかこう書くのってこう得意っていう聞いたことあるんですけど。得意っていうか、はい、好きですね。好きなんですね。はい、まあ小さい頃から、ね、うん、あの教室の壁とかにね、うん、落書きするのが大好きで落書きはね、3学期になったら打ち込み渡されて消せ、で消したら、あの進級できるっていうようなのがあったりしてですね、だから、はい、はいはい、であのデザインっていうのはそうですね、あるんですね実はとある講習があってですね、はい、でそれがちょっとね、どうでしょう、うん、あんまり意味のないもので、はい、で、まあ、非常に暇だったんですね。時間ができちゃったっていう。そうなんですよ。時間ができちゃったんで、あの自分のね、はい、スイッチが入ったんですよ。そこの落書きのスイッチが。そうそう、そこにある、あのなんですか、はい、本があるんですね、講習の、はいはいはい、本の隅に始まったんですよ。落書きが始まったと。はいはいはい、眠気覚ましに始まった時に、なんかいろいろ思いついたりして、はい、でこうできちゃったっていう。完成形じゃないんですけど、うん、一つの、はい、あの構想がですね、あこれええなとかね、こんな感じがええなっていうのが、うん、やっぱりそういうのにできていったっていう。でその後はやっぱり、どっか知らんけど、なんかあのね、都会のねビルの上にですね、例えばなんか109とかいろいろありますよね、うん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 、ああいうところに飾った時にどうかなって、結構真上からこうやって見たりですね、はい、真下から見て、うん、このバランスどうなんかなっていう。なるほどね、はい、まあ、いろいろね、なんかそんなの見ながら、はい、あ、これええなっていう感じですね。それがまあこのマークにつながったっていう、ね、そうですね、はい、でいろんなシーンっていうか、まあ、T シャツ入れたりとかですね、うん、まあ、いろんなところでも、はい、まあ、バランスがいいのかなっていう、はい、ところで今日着てるこれ T シャツのこれもデザインも鈴木さんですか。そうですね、これ何かのこう意味ありがあるんですか、このデザインの。これはですね、だから今の IP セレクトを表現してるというか、今これね、ちょっとこう、はい、ね、徐々に進化してる段階なんです。ここからまあいろいろ今後進化していくっていうことで。そうです、はい、だからこれは今去年のね、うん、あの一つのところになってるんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっとあれですね、今からこれをいろんなことがまとまっていってやったり、
いろんなことがうまくいっていきながら、うん、どんどん iPS セグとして進化していくっていう。へえ、まあ、こんなこういろんなこうデザインがこう出てくるっていうことは、はい、まあ、いろんなこう なんですかね、こうパッと落ちてくるっていうのか、こうひらめくっていうのか、なんかそういったこうコツみたいなのがあるんですか、そのデザインのコツみたいなの。感覚的なんですけど、うん、常にアンテナ張ってると思うんですよ。あ、なんか何かのこう何か意識しながら、はい、あの勝手にアンテナ張れてるんじゃないかなっていう。なるほど。要するに、ね、こう、あ、なんかこれをしなんか見たいとか、こういうとこやとかってなくて、うん、普通の日常生活で目につくっていうか、いろいろ。ああ、はい。で、あの、例えば SNS とかで今これが流行ってんなとかっていうのはあんま興味ないんですよ。なるほど。でも流してたら、こう、うん、まあ、まあこう見てたら、こういう意味で流してたら、はい、勝手になんか、うん、今これなんかなと思って。なるほどね。なんか知らんけど、そういうなんが、充満していった時にピョンと降りてくる。へえ、そうなんですね。なんかだから別になんか意識して考えなきゃいけないとかっていうのもあんまないんですよ、うん。なるほど。はい。なるほど、ね。で、その時のいいものができるんですよ。いいものができると。考えてやることの時には、はい、あの多分3分したら極めた。飽きちゃう。無理やって。なるほどね。はい。ちなみに僕はね、こうなんかこうアイデアが出るときはね、はい、まあ自宅の水回りですね。あー、なるほど。なんかね、洗面所だったりとか、お風呂だったりとか、はい、なんかこうちょっと座って用を足してるときとか、あ、そんなときにね、なんかね、ふっとこう降りてくるんですよね。なるほどね。なのでね、まあどうでしょう、トイレの神様って本当にいるのかなって。あそう考えると、だから僕はあの、ね、まあ、お互いね、いい年ですけど、うん、あのね、朝早いでしょ。僕は、まあ、はい、何時起きるんですか。僕はなんか大体4時とか5時です。4時だ5時ですか。はい。僕はまあ6時ですけど、ね、6時ですか。そんな変わらんか。はい、変わらないですよ。はい。え、そんな早起きで何するんですか。もうそこから朝起きての時間で、暗いうちにクラブ触るんですよ、うん、ん、朝起きてすぐ仕事場に行く。仕事場に行きます。で、グローブ触る。グローブ触るっていうか、はい、そういったことをやります。なるほど。そこが一番なんですよ、その朝のポイント。朝一人ですね。一人で、はい、まあ、これものすごいゆっくり時間を使うんですよ。なるほど。せかせかせするんです。そこでいろいろなこう、はい、なんていうんですかね、まあ、作業もそうですし、はい、まあ、アイディアだったりとか。そうですね、まあ、その、まあ、集中できるっていうことですよね。そうですね。そこはなんかその時間っていうのが一番大切な時間です、ああ鈴木さんにとっての。自分にとって、はい、でやっぱりそこがないと一日がね、ちょっとちゃんとできないです、うん、始まらないです。始まらないです。鈴木さん、どうもありがとうございますね。いろいろ、なんかこんなちょっとね、はい、休みの日に来ていただいて、本当にありがとうございます。はい、はい、まあ、はい、これでね、ちょっといろいろと今日なんか、まあ、せっかくなんでね、はい、なんかやっていきたいなと思いますので、あ、よろしくお願いします。いいですか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあそのね、いろんなこうちょっと動画をね、まあ、今日撮っていきたいなと思いますのでね、はい、まあ、ちょっと皆さんね、楽しみにね、ちょっとしていただけたらと思いますのでね、はい、はい、それではすぐ終わりますか。あー、ちょっと長くなるかもしれないですけど。あ、そうですか。あー、なるべくちょっと早めに。山下長いですね。え、長い。前もなんかすごい長いかった。あ、そうでしたっけ。夜中までやってるわけですね。でしたかね。はい、はい、まあ、はい、まあ、そういうことで、ね、はい、はい、よろしく、はい、よろしくお願いします、ね、はい、それではね、皆さん、あ、後ほどまたいろいろ楽しみにということでね、はい、山本スポーツのね、YouTube のチャンネルの登録もぜひよろしくお願いしたいと思います。それでは、あ、鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは後ほど、はい、アルモニアのグローブですよね、はい、これもやっぱりやはり中指をこう出すっていう新しい感覚だったので、はいはい、だからただ出せばいいっていうわけじゃなくて、まあ、この形にするまでにですね、やっぱ相当なんか苦労しました ね。アルモニアっていうのがあのスペイン語でハーモニーっていうか、ハーモニー、ハーモニー、バランスよく作る、ね、はい、ことはできても、やっぱりかっこよく作るのよ、